どうも、白石秀です。今日は BMSG、 ちょっとね、最近しっかり全てを追うことはできてませんが、ちょっと見ていきたいものが結構溜まってきたので、バンバンバンと結構ね、大切なものが残っておりますので見ていきたいと思います。まずカノンのミュージックビデオ、これ一切私手をつけておりません。ようやく今日ね、しっかり見えるので見ていきたい。カノンのミュージックビデオ Make You ですね。こちらの方を見ていこうと思います。さあ、本当にね、まあ顔もすごい渋くなってきてるじゃないですか。もうなんか二枚目俳優みたいな、まあ特に目がすごい魅力があってね、こうぐーっと引き寄せられる目をしてると思うんですが、あとこう独特の低音ボイスにすごい綺麗なファルセットという二つの武器を兼ね備えて、どん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 凄まじいアーティストになっているカノンのミュージックビデオ見ていきたいと思います。せーの、ぼちり。綺麗な映像。そうですね、カノンのやっぱ歌声っていうのはとても魅力があるなっていうのを感じますね。絵力もあるよね。なんだろう、色気がすごく強くなってきたなと感じております。はい、ちょっとね、今後ちょっとカノンの動向も気になってきますよね。例のオーディションもありますし、さあどうなってくるのか。そして次はちょっと読み方が分かんないんですが、アイザ・ショータ、フーリッシュかな。ちょっと待って、これどういう意味なんだろうね。Foolish、 愚かなという意味のアリザ・ショータのミュージックビデオ出ておりますので、こちらの方もちょっと見たかったので見ていきたいと思います。せーの、ポチリ。ショーターハイペースだね、作品作りが。誰も傷つけないような優しい人でありたい。雨の日も風の日でも笑顔で空気を読んでる。隣を歩く。ここら辺僕よく行ったね。ライブが、ライブ会場があったから。自由気ままで気分屋の主人公タイプ。
それでいて愛される人気者、太陽が嫉妬するほどに眩しい君に憧れてます。ないものねだりの日々に譲れないものを探してるのさ。バカになってちょっと楽になって、yeah、君と笑って明日からまた頑張れたならいいや。バカになってちょっと楽になって、yeah、君と笑って Playing on my mind Would you tell me I'm a right or I'm a foolish。すべてさらけ出して愛されたらマジでありがたい。恥じらいなんてないと書いてみたい、yeah、hey、君みたいに、oh、隣を歩いてる時時々鏡のように感じる時があるんだ。似ても似つかないはずの二人なのに不思議だね。なな太陽が嫉妬するほどに眩しい君に似てきたのかな。ないものねだりの日々に譲れないものが見つかりそうさ。バカになってちょっと楽になって、yeah、君と笑って明日からまた頑張れたならいいや。バカになって君と笑って Playing on my mind Would you tell me I'm a right or I'm a foolish 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 Foolish。 おー、いいね。おー、ニューバランス富士。いや、しかし、アイザショート作品のこの何、まあ、フットワークっていうか作る速度、いろいろやってるしね。早いね。本当にクリエイターとしてめちゃくちゃ今忙しいんじゃないですかね。看板が喋るっつうね。ちょっと待って。まだあんのよ。もう今日、あんまり本当最近ね、もうずっと言ってるけど仕事の方が忙しくてですね、まとめて時間を取れなくてですね、本当申し訳ないなと。ただこういう時にバーッと見ていきたい。でなんせね、僕本当にみんなとね、共有したいっていう思いが強いんですよ。ただただ一人で見るっていうコンテンツもあるんですけど、なんかやっぱこう、作品系はちょっとみんなと一緒見たいなっていう。ね、大したコメントはいつもできないんですけどね。はい。マズル、マスカレード、ダンスプラクティス、ムービングバー、行きましょう。はい。行っちゃうよ。ダンプラ、ムービングバージョン。せーの、ポチリ。
中繰り返すアップダウン、まだこれから遊び尽くすワンダーラン。We never stop, never quit, 楽しみたいなら短いこのライフ気にする暇ないさ。 Why so serious?あ、面白いね。マスカレード、なんかマーゼルっぽいつうか、なんつうかね、マーゼル特有の世界観ですよね。ちょっと次の曲さ、俺マジで結構パンチがある曲言ってもいいような気がしてんすよね。もしくはもうほんとアイスとかラブレターのようなバラード、ちょっと王道聞きたいなっていうところ、まあ、王道でないんだったら結構パンチのあるロックかヒップホップ系のちょっと一個落としてほしいなみたいな、そういう中にこういうマーゼルカラーのものをこう散りばめていってほしいなっていう願望が最近ちょっと出てきております。しかしやはりこのマーゼルのマスカレードはもうマーゼルカラー満載で、これもそうですけど、こう全てで楽しませる要素をこう含ませるっていうのがなんかマーゼルのカラーかなと思いますんで、ただねちょっとね外部からもちょっとお客さん呼んできたいなみたいな、勝手なこの何を勝手にお前が言ってんだよって話ですけど、ちょっとそういう願望もあります。ちょっと王道の何か持ってきてほしいなみたいな感情も最近出てきておりますが、皆さんどうでしょうか。はい、マスカレード、細かい動きっていうかね、あのダンスブレイクとかもすごくかっこいいですよね。ちょっとマーゼル欲してます最近私。マゼちゃん、マゼちゃん、マゼちゃんお願いします。はい、私もどんどんマゼちゃんも追いかけていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。今日はそんな感じでちょっと時間を見つけたので、ちょっと見れなかった動画をバーッと見ていきましたがね、来年も BMSG フェスあると信じてますので、あの BMSG 全体をね、まあ浅くになってしまいますが、ちょっと追いかけていきたいなと思っておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。今日はカノン、ショータ、マゼルのまだ見ていなかったコンテンツを見ていきました。白石秀樹でした。